この金属リール、ガーデンリールは SDGs の視点で、まあ、環境に配慮した、持続できる取り組みに関して高木としてメーカーとして何ができるかというのをコンセプトとして開発スタートしました、うん、SDGs ですね、はい、またまあ長く使えることにも配慮して設計していきました。今もう世間で SDGs って言われている中で、まあ、プラスチックを主に生産している、まあ、高木っていうところが、まあ、そのデザインする側としては、まあ、私も取り組んでいきたいけど、そのなかなか難しいんですよね、製品の中で。今まで扱ったことがないその部材とか材料を新たに探してこないといけないっていう風なミッションを与えられるので、そこはものすごく苦労はしますね。なかなか見つからない。 SDGs 自体も最近大きく取り上げられてきているものなので、そういったメーカー等もそこに配慮した製品っていうのがあまり存在してなくて、今から研究段階のものであったりとかっていうことが多かったので、じゃあいざ今から使おうとするとなかなか物がなかったりとか、まあ希望に沿ったものがないっていうことが多かったので、その点ではすごく苦労をしています。放送の中で、まあ、ケミカルウッドって言って、ウッドデッキあるじゃないですか、あの樹脂に木くずを入れたタイプとか、そういうもので、まあ、表面をその木の模様に成形したもので、まあ、そこでも、まあ、樹脂を減らしてなものにしようかとか、いろいろまあ考えましたね。それとかはもう完全に無垢の、まあ、職人さんが一個ずつ削ってもらえるような木のですね、とかも考えてました。 RGC のそのブランドのお客様っていうのは、ものを大事にこう長く、いいものはいいもので、その長く愛用する傾向のあるそのお客さんっていうので、まあ、金属で長く使えるようなホースリールが欲しいっていうのが発端だったんですけど、まあ、開発していく途中で、まあ、だんだん欲が出てきたといいますか、いろんな他の樹脂じゃない素材っていうのを使ってみたいっていうのがあって、まあ、その木で作ってみようかとかいろいろ考えた中で、いつの間にかコルクに決まってで、まあ、具体的にはアルミ合金とかコルクの素材使って、まあ、できる限り石油由来のプラスチック製品、プラスチック部品を使わずにプラスチック用の原料を測ることをチャレンジしていきました。きっかけはコルクって、まあ、自然な緩衝材のような柔らかさがあるじゃないですか。やっぱり手に取って使う商品であるので、その、まあ、いくら自然素材とはいえても、やっぱり握った時 の、 そのグリップ感とか、あとまあ、ある金属とその金属の冷たさとか、あとコルクの温かさっていうか、温度感っていうのもちょっと感じてもらいたかったっていうので、無垢のやつで削ったりして耐久性がなかったっていうのがあったんで、じゃあどうしようかっていうことで、まあ、そこは苦労してましたね。探してもらったりで、まあ、新素材っていうところで、今までのプラスチックで培ってきた設計のパラメーターとか、あと成形のノウハウっていうのが一からまた作り上げていかないといけないっていうところでも苦労しました。デザインを決まったのは、まあ、結構早かったんですけど、やっぱり水とか日光と相性が悪くて、最初はその圧搾コルクで、もう本当に自然だけの素材でって考えてたんですけど、ちょっとホースリールじゃ難しい、ホースを引き出した時の作家の跡とか、あと水がついて経年したらカビが生えるとかいうので、うん、圧搾コルクじゃ無理だなっていうところで、そのどんだけ量産とか安定して作っていけるかっていうのをですね、ちょっと購買の人にかなりわがまま言ってしてもらって、ゴムベースの部材にするかとか、
で、まあ、途中でいいところをちょっと見つけてもらったんですけど、購買メンバーの中では結構もう無理だよねっていう話とかにはなってましたね。途中で試行錯誤してた中で、まあ、ゴムにコルクを混ぜたりとかいろいろ試してはみたんですけど、もう全く想像してたものとは違うものが出来上がったりとかですね。なかなかその、まあ、国重さんが言われてるようなイメージのものっていうのがちょっとできずに、かなりもうみんな、はあ、もうどうしたらいいんだろうっていうのは考えてました。圧搾コルクっていうのが、基本的には名前の通りもうコルクを押し固めてるような部品になります。で、今手元にあるこういったもの、これが今圧搾コルクの、まあ、棒状のサンプルにはなるんですけれど、通常 の天然コルク、コルク菓子からコルクを抜いた後の、まあ、そのコルク自体を粉砕して、まあ、粒状、粒状にしたものを接着剤で固めて、で押し固めているようなものですね。まあ、街中とか普段の生活の中では、あのワインのコルクとかでよく見ることがあります。かなりそうですね、購買の中でももう街中とか、例えばネットとかでもずっと、まあ、情報を調べてて、どういったものにコルクが使われているのかとか、でその中でびっくりしたのは、あのメガネのフレームとかにもコルクが使われてたりとかしてですね、でそういったものを調べている中で、まあ、自転車のグリップとか、あと釣り竿のグリップもですね、そういったもので、まあ、コルクが使われてたりとか、まあ、ちっちゃいものを出たんですけどね。でそういうところからあのヒントを得て、あ、これだったらもうインジェクションの成形でもできるんじゃないのかってとこからヒントをもらって、今回のコルク樹脂っていうところに気づきました。まあ、簡単に言うと、たい焼きを作るみたいに型に材料を流し込んで成形するっていう方法ですね。で使用する材料は、あの樹脂に、まあ、コルクを混ぜて、そういう素材を使ってます。大きさとしては、その今回お願いをしたメーカーも、今までのグリップとかの小さなサイズ、このぐらいの大きさですね、このぐらいの大きさであれば作ったことはあるっていう話だったんですけれど、まあ、リールのサイズですね、もう本当こんなサイズのコルク部材を作ったことがないっていう話だったので、そもそもまずメーカーとしても作れるかどうかがわからないとそういったところから今回、まあ、調達の方が始まり出ました。まあ、メーカー側も、まあ、こういった大きいものを作ってみたことがないんで、まあ、チャレンジしてみたいっていうのはあったとは、はい、言ってました。なのでもうお互い協力しながらやる、あの製品に仕上げることはできてます。もうまあ 100% コルクではないんですけど、まあ、そう、樹脂にコルクを混ぜることで耐久性が上がるっていうことで、結果的に長く使うことができて、その分あの環境に配慮できた商品になってます。あのインジェクションで成形してコルクを混ぜると結構熱でコルクが焦げちゃうんですよね。でこの今ちょっとキャメルが色じゃないんですけど出したんですけど、まあ、ちょっと白っぽいところから焦げちゃうまで結構まばらにあったんで、すごく決めるの結構難しかった。難しかったですね。もう何個もコルクの色を段階で並べて、ね、香ばしい匂いでもう焦げちゃうから、その同じ日に作ってもらっても色味が違うとかのあったんで、うんうん、合わせるのにね、かなり苦労したね。なのでその、まあ、金属の何ですかね、持ち味であるシャープさとか形を、その異素材なんで、やっぱりあの合わせるところの溝とかのばらつきっていうのを結構シビアにして、まあこれも設計の方にわがまま言ってやってもらって、まあどうしてもそのドラムの部分は、まあ樹脂なんですけど、まあ一般的にホースリールってあのホース引き出すとやっぱり振動するんで、なんか音が結構するんですけど、今回のはその、まあ、ちょっと価格帯も、
違うクラスになるので、その音 の, あの静音性とか、あと引き出す時の、まあ、軽やかさっていうのを、そのドラムの間に別 の, その部品をあのかまして、あの滑らかにこう出せるような、その使い心地もちょっと向上させるような、まあ、仕掛けというか仕組みも、うんうん、砂場さんに作ってもらいました。音がするっていうところが、このホースを巻く部品とこの金属が接って音がするんですけど、まあ、そのこの商品によってはそこを音がしないように、このドラムって言われる部品の強度を上げて変形しないように、巻いても変形しにくいような強度を保つことで音を出さないようにとかしてます。音に関しては開発していく中で、やっぱり完成精度っていうのも、まあ、上げていこうという、仕上げで上げていこうという中で、そのハイクラスで、まあ、価格帯も高い、まあ、目指したいのはその使い込んで、あの味が出て自分だけの道具みたいな、そのホースリールで言ってたので、その使い心地っていうところも、その一般的にそのホームセンターで売られている、よく目にするホースリールとは一線を巻きしたいというところで、その使い心地のところを商品企画の方にあの提案してもらって、このコルクの樹脂をメーカーで初めて作ってもらった時に一番びっくりしたのがですね、あのコルクを成形している時からちょっと木のような匂いが、もういい匂いがちょっとしてきて、で実際に部品が出来上がってから、まあ、ここのフレ特にフレームですねをちょっと匂いを嗅いでみたところ、結構木のいい匂いが木のいい匂い、コルクのいい匂いっていうのが、はい、すごくしてきて、まあ、天然素材をやっぱり使ってるっていうのがすごく分かるような、環境配慮への意識が高い方にぜひ使っていただきたいな。で、今後ですけど、ホース部分とか劣化する部分においては、あのアフターメンテナンスでサービスが始まりますので、壊れたら交換していただくことで長く使っていただけるんじゃないかなと思ってます。ホースリールは、まあ、日用品でなくて、まあ、道具という目線で、あの長く使ってもらいたいなってちょっと考えてます。環境配慮に関して、まあ、取り組んできた商品あものなので、内心はそのなんだ、その取り組みに関してはその、まあ、評価してくれるだろうとは思ってたんですよ。でもまあその衣装を含めて、まあ、一つ の, その製品として取れたのは正直ちょっとびっくりしました。はい、デザイン面だけじゃなくて、その環境に配慮されたところも評価していただいたっていうのは嬉しかったかな。買ってくれたお客様が、その自分もその環境配慮の一つを、まあ、担ったとか、自分も活動したとかいう気持ちで、いい気持ちで使ってもらえるような商品を今後使って作っていきたいですね。そういえばこれ売り始めの時ってクラウドファンディングで確か立ち上げてましたよね。そうですね、あの幕開けというサイトで立ち上げて、実際にあの友人が1台購入してくれて、まあ、ガーデニングが趣味の両親にプレゼントしたと聞いてます。ですごく喜ばれたっていうことを聞いてますので、まあ、あの大切な人のプレゼントとか、あと新築祝い等のプレゼントにも、まあ、最適な商品になってるんじゃないかなと思ってます。普段多分社員の人もホームセンターでは、まあ、ちょっと気を、まあ、使うっていうか気、まあ、見たら、あ、うちの製品だって多分思ってるとは思うんですけど、多分こういうスタイリッシュなものっていうのは普段見ないはずなので、高木もこういうもの、まあ、RGC 含めてこういう取り組みしてるんだよっていうのはちょっと、まあ、社員もみんな認識してもらえて、まあ、なんていうんですかね、もうちょっと、まあ、全体的に盛り上げたいっていうのはありますよね。
せっかく苦労して作った、まあ、部材とかもありますもんね。環境に配慮された商品作りを目指してますよというところはもっと知ってもらいたいな、うん、